震源地薩摩半島西方沖地震は2015年11月14日5時51分に薩摩半島西方沖の深さ 17km で発生した M7.1 の地震。発震機構は北西南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型であった。気象庁は鹿児島県などの沿岸に津波注意報を出した。この地震に対し、 地震検知から54.6秒後の5時52分51.8秒に、緊急地震速報が、鹿児島県の薩摩地方と古式島と大隅地方と、薬島と種子島と、豊島村と奄美北部、宮崎県の南部、佐賀県の全域、熊本県の阿蘇地方と熊本地方と天草、足北地方、福岡県の筑後地方、長崎県の北部と南西部と島原半島と五島に、 発表された。佐賀県と鹿児島県で震度4を観測したほか、近畿地方から九州地方にかけて、震度3から1を観測した。鹿児島県薩摩で長周期地震動、階級2を観測し、佐賀県南部と熊本県熊で階級1を観測した。この地震により、気象庁は、種子島、薬島、地方、奄美群島、トカラ列島、 鹿児島県西部に津波注意報を発表したが、7時20分に解除された。鹿児島県トカラ列島の中野島で高さ30センチメートルの津波を観測した。量的津波予報では、防災上の観点から予想される津波の高さが最大となる逆断層を想定して津波予測値を求めており、今回はその予測に基づいて津波注意報を発表した。 しかし、実際の地震は横ずれ断層であったため、津波の高さは両的津波予報の予測値より小さかった。その一方で、中野島で推測を上回る30センチメートルの津波を観測した。他の地点では津波を観測していないこと、中野島については通常時の潮位変動が大きいこと、津波の前後で潮位変化の周期が変わっていないことから、 中野島では湾の固有周期と津波の周期が一致して、副振動が発生し、この高さの津波を観測した可能性がある。ありがとうございます。